皆さんこんにちは。レック専任講師の伊藤です。それでは CFP ガイダンス合格の鍵は試験傾向と攻略法を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、今年の6月の CFP の試験、えー、受験、そして合格を目指して頑張っている方。 あるいはこれから受験を決めてこれから勉強を始めようという方もいらっしゃると思うんですけれども今回はですね CFP のガイダンスということでより試験の時期が近づいてきた中でですね対策などについてお話をしていくガイダンスを進めたいと思いますすでに去年の11月の試験の試験の発表結果も出ていますその問題の方も公開されていますので 11月の試験の結果であったりとかあるいはその時の問題の傾向なども少し含めながらこの後の対策ということでお話をしていきたいと思います。あの今こうしてですねこのガイダンスを見たり聞いたりしていただいている方、まあ、今のですねこの時期がどのあたりなのかなということによって少し準備の方法も変わってくると思います。 もういよいよ試験が近づいてきていると、出願もう終わって、あとは追い込みだという方も中にはいらっしゃると思いますね。ただ、思うように勉強がはかどっていないという方とか、あるいは苦手な科目があって、どうしても合格のラインまで得点が取れなさそうだという方、いろんな方もいると思いますね。まあ、そんな方にも、その直前対策ということもお話をしたい。で、あるいはですね、まだだいぶ試験までが時間があって、これから勉強を始めたり。 あるいはどの科目を受験しようかということをこれから考えるという方もいると思いますこういう方に向けてもですねこれから CFP の試験に備えるということを含めてお話をしていきたいと思いますえまず画面の方ではですね資料の方も写しながら進めていきたいと思いますので画面の方ちょっと資料の方に切り替えていきたいと思いますね <laughs> まず最初のところにはこの試験概要ということで今回の6月の試験のスケジュールこれが出てきていますね まずこの辺りから確認しておきましょう。あのこれから出願をする、まあ、受験科目を決めるという方にとってもですねまずここの中で情報がまとまってきています。試験日は6月の9日それから6月の16日日曜日2日間にわたっていますね。この9日第1日目には金融と不動産とライフそして2日目16日にはリスクとタックスと相続ということで、まあ、毎回変わることなくこのようなスケジュールが組まれているということですね。 各科目の試験の時間が120分2時間ですね。そして4択の問題が全部で50問出題されますので、この2時間という試験時間の中で50問の問題に回答し、そして合格ラインを突破するようにということになっていきます。少し細かいところなんですが、この6月の試験に対して、じゃあ試験の出願、申し込みですね。 この時期、これ決まっていますので、もうすでに住んでいるという方にとっては、改めてということはないんですが、これからという方のために、4月の3日から5月の1日、この期間内に、6月の試験の出願をする必要があります。あの実際に CFP の試験の出願のできる方は、AFP の認定者であるということになっているわけですから、AFP の,認定,者の方認定者の方であれば、もちろん、いろいろな情報が FP ジャーナルであったり、 あるるいいは日本 FP 協会のホーームページなどでで確認ができると思いますただこの期間ということはもう決まっていますので,で特にこの5月の1日までというのはこれはインターネットで出願をするということになっていますので書面での申請であればこれよりも早く終わってしまうんですよねですからインターネットの出願で、まあ、最,最長5月1日まで忘れずにということになると思います この出願をこれからという方にとってはどの科目を受験しようかということをまず決めなければいけないんですがこれは少し後のところでもお話をしたいと思いますねそして9月の9日16日この3科目ずつということになりますもちろん6科目を今回の6月の試験で全て出願をしようそして全ての合格を目指そうということも一つの方法かと思いますただいろいろなところで過去の試験の結果出ていますのでね やはり六科目の出願をまとめて行うで6科目の合格を取るということはなかなか難しいということも結果としては少し現れていますねこのあたりも後で触れていきたいと思いますその下のところに移っていきましょう合格率と合格基準です直近で発表さ,発表された2023年の11月の試験合格率合格基準がここにまとまって出ていますね まず合格率については、およそ30%台の中盤あたり、まあ、このあたりを平均と考えていいでしょう。合格率あの30%台中盤ということはですね、その科目の受験者のおよそ3分の1、つまり上位得点者3分の1程度が合格になるということが一つの目安になっていると考えてもいいですね。では、その上位得点者3分の1、この中に当然得点を取るためには、入るためにはどうするかというと、 ここに合格の基準として過去2回行われたその結果が出ているんです。26問、30問、29問と並んでいるんですが、これは50問の問題が出題されるわけですから、例えば、金融26問とあれば、50問中の26問以上正解をすると、これ合格であったということなんですね。つまり26問以上正解をした人が、この11月の試験の金融では、 およそ3分の1の人数であったということでしょう。まあ、26という数字は、この一覧表の中でもですね、高い数字ではありません。どちらかというと一番少ない数字なんですよね。あの、もう少し違う観点からいくと、6割という基準に到達できていなくても合格できているということが言えると思います。まず、金融についてなんですが、もう一つ前の試験の27というのがあります。 これが去年の6月の試験なんですけれどもこの時も2750問中27問正解した人が全体の30%だったということですよねまあこんな感じで決して高いいとところに合格の基準うもう一つ前あの去年の、まあ、ごめんなさいおととしの11月試験でも金融は26だったんですよねあの6科目の中のこの金融の合格基準というのが押、まあ、しなべていくとですね低いところにあるんです まあ、その理由としてはやっぱり問題がちょっと難しいかなとかあるいは逆の言い方をするとなかなか得点の取る方がどうしても増えていかないかなということただ上位得点者3分の1を合格者ということにしていく時には2627というあたりでもう合格するというのがこの金融の特徴と言ってもいいでしょうねでそれに対して少し今回の11月の試験で大きく変わってきたところがこのタックスについて。 このタックスが27という数字がここにあるんですね。で、一つ前の去年の6月の試験が31だったんです。ということはですね、ここで4問、その合格基準が下がりました。合格率自体は決して変わってはいない。だいたい3分の1程度ということ。まあ、6月の試験では39%合格率でしたから、 結構31問取らないと合格しにくかった。高い点数取らないと合格しにくかったということです。それが今回27と下がりました。あの、タクスはですね、その問題の傾向が割と試験の回によって少し、まあ、細かなところに入ったり、引っ掛けが入ったりということが結構見られるんですね。ですから今までの過去問題などのいわゆるスタンダードな内容だけをやっておくと、 きちっとスタンダードな内容で問題が出れば31ぐらい取れて合格ということもありますが11月の試験ではなかなか点が取れなかったけれども27問の正解で合格だった全体の平均点低かったということでしょうね問題の傾向に少しあの試験の回ごとに若干のブレというものがここ最近出てきてるんですねでそのブレというのは具体的に言うと改正点などが入ってきたとき その改正点のあたりをきちっと掴んでおかないと思わず間違えてしまうということで複数間違えてしまって意外と正解の得点が正解の問題が取れなかったということもあると思います、まあ、このあたりこの表の中の一つのまあ特徴として取り上げたんですがではじゃあ平均的にはどうなのかというとですねやはり平均的だけに考えてしまえば30という数字が見えてくると思いますただ30、まあ、つまり6割ということになるんですけれども 30問の正解が取れたから必ずしも安全か安心かというとそうでもないですよね。この表の中で30を超えているところというのはあまり多くありません。6月試験の不動産の31、このあたりがあるんですね。で、ただ少し過去に遡ってみると、例えば今ブレがあるってお話をしたタックス、これは去年の6月の試験、えおととしの11月の試験では33だったんです。ですから、 33ということはこの表の中のどこよりも高い合格基準であったりあるいは不動産もおととしの11月の試験では32だったんですねつまり6割を超えているところに基準があるんです6割を超えるという可能性も十分に考えられるのでやはりここは一つこの合格の基準自体はまず目標値は35これを考えておくというのを入れておきたいんですね あの、あくまで目標値です。金融は35なったことは今まではありません。ただ、やっぱり問題の傾向、受験者の傾向によっては、この合格の基準というのが変化していくわけですから、じゃあ、少し安全権を考えれば、考えれば35というところを目標として、50分の35、すなわち70%の問題には正解できるように、これから仕上げていこうというのが、 一つのターゲットになっていくと思います次にそのための勉強の方法学習方法というところが下に出てきますのでそこに移っていきたいと思いますねまずは効果的な科目選択の方法はというところ1点目です科目選択ができるのが CFP の試験の特徴ですからまあ、それをできるからこそ自分にとって最も有利になるように科目の選択をするということが考えるべき最初のポイントなんですね まだ出願が終わっていない方にとってはここからと言ってもいいと思いますじゃあ科目選択どの科目を選択するか以前にですねいくあの特に初めて受験をする方は6科目のさあどれから受験しようかということを考えるところですよねもちろん科目合格をしていっている方はあと残っている科目の数がだんだん減ってくるわけですから じゃあ残りはもうまとめて受験しようかということもあるでしょうし、いやいや残りはまだあと2回に分けて受験しようか、いろんなことあると思いますが、ここの科目選択、まずは6科目、初めて受験をしようという方の例を1点挙げたいと思います。今までの受験者の数、それと各科目別の受験者の人数、このあたりを見てみるとですね、平均としてはだいたい1.5科目ぐらいの受験なんです。 あの1.5ということは1科目の人もいれば2科目の人もいればということなんですけれどももちろんそれは最後の2科目になっている人も中には含んでいるんですですから必ずしも全員が6科目をまっさらで受けるわけではないですが簡単な平均値を出してみると約1人1.5科目つまり2科目程度しか受験していないというのが受験者数の傾向に見られるんですねですからあまり多くの科目を選択してしまうと当然勉強も負担になりますし 試験日当日もやっぱり体力的なところにちょっと負担が出てきてしまうのかなということです。この1.5科目をまあ平均値として出しましたが、じゃあ受験者としてはどれぐらいいるんだということなんですが、この上の表に載っている過去2回の試験、およそ受験者総数は1万2000人です。以前は1万人に満たないこともあったんですが、 現在は毎回の試験の受験者数はおよそ1万2000人になっているんですね。で、この1万2000人の人が自分はどの科目を受験しようかということで、今度科目別にしてみると、だいたい3000人前後なんですね。少ない科目は2500人ぐらいの受験者数。多い科目だと3000人超えるということで、えー、分かれていきます。じゃあ、この1万2000人の中で11月の試験、 合格発表がまだあって直後になっているんですけれどもこの時に6科目を受験した人は何人いたかというとこれ153人だったんです1万2千人の中のわずか1%強153人の人が6科目のすべてに対して出願をしましたつまり初めて受験したと考えてもいいですよねでこの153人の人がじゃあ6科目を11月の試験で全部合格したかというと その全部合格した人は、さらにその10分の1、15人なんです。つまり、総受験者から見ると、もう0.1%程度ということになりました。まあ、15人程度は1回でもう全て合格ということだった。まあ、これ、数字比率だけを考えると、非常に少ない人数なのかなということが言えるので、やはり、科目受験ができる、科目選択をすることのできる CFP 試験のこの特徴を生かしていくということが、 より早く、すべての科目の合格につながっていくのではないかなということを言えると思います。じゃあ、その時、この科目選択、例えば二科目を選ぼうとした時にですね。どういう理由付けで、自分は選んでみようかということです。あの、これも、今までのガイダンスでも、まあ、同じ内容としてお話もしてるんですけれども。やっぱりですね。六科目の中で選ぶとしたら、その根拠の一つ目は、自分が得意な科目から受験をしてみようと。 こう考えてみてみください。得意な科目と不得意な科目がもしあれば得意な科目から受験をするということがやっぱり前向きに進んでいくということになるんですね。でこれは当然合格も取りやすいその前提となる勉強もやっぱりスムーズに進むということあるでしょうですから得意な科目をまず1番目に考えるで2番目に考えるのが実務経験だと思います。 この CFP の試験というのは、これはやっぱり実務的な試験ということになりますから、日頃関わりのある内容の科目を受験をしようということですね。どういう仕事をしているかということも一番わかりやすい実務、つながりだと思いますし、あとは他の資格を持っている。その資格がこの6科目の中のどこと、まあ、関係性があるか、親和性があるか、というようなことで、その科目の受験を考えるということにもなっていくと思いますね。 そしてもう一つが、これもいつも繰り返すところなんですが、この上のスケジュール表にもあるとおり、当日のその受験の時のスケジュール感、流れ、これもちょっと一案考えてみたいところですね。あの、3科目を受験するからといってですね、ある1日の3科目に集中してしまうと、それはその1日のやっぱり朝から夕方までの体力的なところが非常に負担になると思いますから、せっかく2日間に分かれているので、この2日間の 科科目3科目を受けけるととときには分けてということですねでもし同じ日の中に2科目だということになればその2つもできれば話して受けるあの金融とライフを受けるとねこういう組み合わせなどを考えれば一日の中でも途中で少しゆとりが出てくるかもしれないですねこんなのも当日のスケジュールを考えたときの科目選択であり最終的には出願というところになっていくと思います。 もちろん得意な科目と試験でえ、仕事でつながりがあることと、それからスケジュール感、必ずしも全てがイコールになるとは限らないです。そんな中でどういう形が自分にとって一番良いかということをぜひ考えていただくのが、この科目選択の方法ということになるんじゃないかと思いますね。次のところには、今度は標準的な学習時間とあります。もうこれもですね、いろいろな資格試験の中で、 合格のための勉強時間はということで非常に大きな数字掲げるケース多いと思いますじゃあ CFP の試験はということになりますがこれ私なりに考えているのは1科目100時間と考えてみてくださいこれ100時間というのはこれは1科目あたりと考えるんですつまり今回金融を受験しようと考えれば金融に対する勉強の時間を100時間設けたいなということですねこの100時間の中身はもちろんインプットアウトプットいろいろあると思います あるいは講座などで、それをウェブなどで聞く、勉強するということも含めた、この100時間ということをまず設けていただきたいんですね。で、この100時間というののスタートというのは、当然ながら CFP のテキストを使い、CFP の過去問を使ってのスタートということになりますから、ちょっとなんか自信がないので、2級の復習をしてみたいなということになれば、その分は100時間にさらに上回って勉強していくことになると思います。 一科目100時間。そうすると、この100時間という数字をですね、少し分散していって考えると、じゃあ、例えば1日3時間の勉強ができると、そしてそれを1ヶ月間、つまり30日間勉強しようと考えると、これで90時間の勉強ということになるんですよね。つまり1ヶ月にすると1科目を仕上げるためには、やっぱり1日3時間必要ということになるんです。じゃあ、 これから試験までの時間があと2ヶ月だ。ちょうど出願を考えている今4月に差し掛かったとこだとすればですね、ここから勉強を始めようとすれば、あと2科目。これで勉強の時間としては約200時間取れる可能性があるということですよね。ただ可能性というのは、ここに今入れたように1日3時間。これをやって初めて1ヶ月で90時間であり、2ヶ月で約 200時間、つまり2科目ということになっていきますので、やみくもに科目数だけ増やして受験するということではなくて、どれだけ勉強ができる時間を取れるかということも考えながら進めていただきたいと思います。この3時間というのは1日あたりですから、これが仮に平日には全く勉強する時間がない、土曜日と日曜日だけで集中してやろうと考えれば、その分土曜日や日曜日の休日の その勉強の時間というのはかなり多くの時間を費やさないと1、1ヶ月での100時間というところには到達しないと思います。もちろん、4月にはある科目をやって、5月にはある科目をやって、という方法もありますし、4月も5月も平均的な形で複数の科目を同時並行していこうかということでも良いと思います。この同時並行するというのは、CFP 試験は科目は変われど、 内容が重複するところが多数あるんですね例えばタックスを受験しようと考えた方はタックスの勉強をしていくと他の科目でも所得税の計算などの問題というのが出てくるわけですからそこはタックスとそれ以外の科目との相乗効果ということで効率的な勉強を図ることもできると思いますですから並行して複数の科目の勉強をしつつやはりこの時間数ぐらいを設けたいなということですね できれば毎日少しずつ過去問題を解いていくなどとしてですねあまり間を空けてそして時々集中的に勉強するということよりは少しずつの時間でも毎日携わっていく関わっていくということが身についていく早道ではないかと思いますじゃあこういう時間を設けた上で今度勉強方法のより具体的なところ得意な科目なのか苦手な科目なのかどうしても分かれてしまうというケースがあります この得意な科目というのは、やはり科目選択の優先順位を高めにというお話をしました。ただ、ここで気をつけなくてはいけないのは、やはり経験、これを過信しないということです。あの、得意ということは、つまり2級などの試験備えて勉強した時や、あるいは2級の試験の得点もより多く取れたということが得意だということあると思います。ただ、そこで十分に得点が取れた、よく分かったからといって、それを過信しないで、もう一度、 基本的なところから取り組んでいくのが、やはり得意な科目であっても大切なところになるかもしれないですね。で、この得意な科目で、じゃあ勉強方法どうしようかというときは、過去問題の中で、過去問題のランク付けをしましょう。ABC ランク付けです。もうこれは過去問題などをよくやるケースかもしれませんが、その ABC ランク付けで何をもってランク付けすると,というのかは、これは一人一人によって少し違いがあると思います。 じゃあ、何を持っての前に、このランク付けをする問題の数、これをちょっと分けたいと思うんですね。まず、A ランク。これを30問とします。そして次の B ランク。これを15問とします。で、C ランク。これ5問。このように、自分なりに30と15と5、過去問題を使って分けてみるんですね。で、分けた。じゃあ、得意な科目なんだからよく分かるんだとなったものは当然 A ですから、この A と ランク付けした30問は、これは間違えてはいけないということですよね。つまり、ここだけは、もう繰り返し繰り返し学習しておいて、過去問題何度も解いてみて、そして、実際の合格ライン取るためには、もうここが主、幹になるんだということです。この30問間違えてはいけないなということ。ただ、どうしても30問間違えてはいけないと言っても、 そこからこぼれ落ちてしまうものはあるかもしれないのでそれをフォローするのが次の B ランクの15問ですねこれを難易度で考えると実は CFP の試験というのは全てが CFP 試験だということのようにですね難しい問題で50問構成されているわけではないんですこの ABC ランクを決めるときに過去問題などをずーっと分析をしていくとですね中には2級程度の問題というのも 十分に含まれていることが多いと思います。この2級程度の知識で回答できる問題、これ A ランクに属するわけですよね。そこは間違えてはいけないというところです。この2級程度の知識から答えの出せる部分から、そしてそれが CFP 試験らしい問題へと続いているところが A ランクと考えてもいいと思います。次の B ランク、ここがいわゆる CFP 試験らしい問題と言ってもいいでしょう。 二級試験ではあまり出題がされない論点であったりとか、あるいは出題の形式などがもうガラッと変わっていると。CFP 試験らしい問題。これが次の B ランクと言ってもいいと思います。で、ここまでで45問です。最後の C ランク。この5問が、これが自分にとって何をこの5問とするかというのもまた一人一人違うかもしれないですね。まあ、端的な言い方とすれば、この C ランクは明らかに難しい問題。 そしてあまり過去に出題されていない論点だから過去問解いていてもですねめったに見ない論点がたまに出てきたなというところそしてもう一つが1問の答えを出すのに非常に長い時間を使わないと答えが出せない問題これがやっぱり C ランクだと思いますつまりこれはもう×あの1問にですね長い時間を使って正解を出したとしてもこれ1点は1点なんですよね 実際にはこれあの配点というのは全て統一均一ですから50問全てどの問題だから配点が変わるということはありませんであればすごく長い時間のかかってやっと1問正解が出せる問題は最初からもうそれは飛ばしてしまうということでもいいと思います5問飛ばす、まあ、場合によっては6問飛ばすみたいなものが C ランクとしてあれば残りの40数問の中で回答を出してそして 安全ラインは35問を取っていくとこんなことでやっていくとですね場合によってはこれ C ランクをもう解かないんだということを最初から決めてしまえば時時間間ののの試験の時間の中でで少ししゆとりが出てくるかもしれないんですそれを長い時間かけて1問解いたとなるとそれだけで試験時間だいぶ進んでしまいますからこのような ABC のランク付けをまず準備段階でしっかりしておくということが大事になると思います。そののための材料は これは過去問題ということにもなっていくと思いますね。そしてもう一つ、苦手な科目の学習方法というところがあります。これ、苦手な科目というのは、2級までの試験であれば、学科試験や実技試験という区分けだったので、仮に苦手な部分があっても、他の部分で得点が取れれば合格をできたのが FP の今までの試験でした。ところが、科目別に試験をする CFP になると、 苦手なものであっても、この合格基準を突破していかないといけないわけです。そこで、じゃあどうするか。もちろん時間をかけていく必要はありますが、一方で、これ苦手な科目の勉強方法は、まず2級の復習、振り返り、これを十分にやっていきましょう。あの実際にま講座などで、私たちが行っている講座などにもですね、 その1級から2級に対、級からのですね、その CFP に対するその準備のための講座というものがあるんですね。つまり2級の教材を使って CFP の内容を準備しようというものもありますから、仮にちょっと苦手だなと、2級までの時に思う,思うように把握できないまま来てしまったなという方は、この2級から CFP のですね、この橋渡しになっている講座というものもプレ講座としてぜひ使っていただきたいと思います。プレ CFP 講座になりますね。 そして2級の復習が整った上で今度は本格的な CFP のインプットに入っていくということになると思いますからその分かかる時間は長くなる先ほど100時間2級復習するならそれよりも上回ると言いましたそれここに少しつながっていくということでしょうねそしてじゃあここの問題に対する対策はどうかということですが今度は ABC のように大きく分ける前の段階として一問一問を大切に 解いいてみるととうことなんです例えば4択問題ですからほとんどのケースが文章に対してその文章が適切かあるいは不適切かということで問題が構成されていますつまり1番から4番というですね4つの選択肢がある中でその文章どれか1つが正解の答えになるわけです例えば適切,適切なものを選ぶんだとすれば2番が適切だということで残りの1と3と4はこのようにして 決して答えとは直接関係ない、まあ。つまりそれは不適切だと。これ2番さえ分かればその問題は正解できるんです。ただここでの復習するためにはこの CFP 試験の過去問題の中で正解ではなかった選択肢の中も十分に読み込んでいくということです。場合によってはこの時は正解詞ではなかったここで言うと1と3と4の正解詞が文章の内容を変えて次の試験では 今度は正解となる選択肢になってくる可能性もありますから、この論点という中をまずきちっと潰してしまうということですね。そして4つ、どこの部分から攻められても答えが出せるようにしておくというのが、この苦手な科目に対するきめ細かな勉強だということになると思います。今度はこの科目別などの勉強から、さらに具体的に直前11月の試験、 どういう内容で試験が出題されたかということにも少し触れておきたいと思います。資料画面ののの方方変えてみまましたたで合比のポイントとといいいう方に移りたいと思いますそれぞれの科目で3点ずつ気になるところをまとめてあるんですけれどもまず金融資産運用ですねあの割と難しいというふうに考える方が多いです。 これは合格の基準が低いからということでも結果として見えているんですがこの難問に対するメリハリということを最初に書きましたあの難問ってどうして難問って思ってしまうかというと2級の試験に比べてこの金融については CFP 試験難しさの度合いが急に跳ね上がってるんです2級までの試験との差が大きくあるのがこの金融なんですねただそうは言っても やっぱり準備を重ねて、そして合格取らなければいけないんですが、じゃあ、どんなところに準備が考えられるかというとですね、ちょっと11月の試験の問題の数を考えたいんですが、株式、債券、投資、信託。この金融資産運用を勉強するときには、当然、まず最初の中心となっていくのが、株式、債券、投資、信託。ここで50問中14問出てるんですね。で、その後、今度、ポートフォリオ、外貨建て、 それからデリバティブ、派生商品。このあたりで17問出てるんです。つまり、ポートフォリオ、外貨、デリバティブというところが、株式、債券、投資信託、まあ、円建ての部分に比べると問題数が多いんですね。ところが、このポートフォリオや外貨建て金融商品や派生商品、デリバティブの問題が、どうしても苦手になってしまうという方が多いんです。これは難しく感じるからであり、二級との格差があるから。でも、 それだけの問題数が出ているこのポートフォリオや外貨建て預金の問題などを克服していかないとこれは合格の基準に到達できないということにもなるのでこのポートフォリオ外貨派生商品デリバティブここに苦手意識を持たないで難しいところにきちっとトライしていきたいなというのがこの金融に対する合格のポイントになると思いますもちろん計算問題もありますが決して多くの問題数が計算問題になるわけではないです そしてもう一つが、ここには経済指標という言葉がありますが、比較的問題の最初のところ、問題に取り組み始めたところでは、このようにですね、経済指標と呼ばれている、例えば日銀が公表している資料であったり、あるいは経済成長率 GDP の問題などが出題されていきます。ここも10問程度、特に国内海外を合わせると10問程度の出題があるんですが、ここは過去問題、 あるいはテキストで勉強するところではないと思います。これはもう日頃のですね、例えばこういう公表されている資料を時間があれば読み込んでみるということですね。で読み込むといっても、あの4月頃が一つの目安です。11月の試験とは言ってもですね、実際に問題に使われているのは過去振り返ってみると、大体3月、4月ぐらいの時に公表されている資料が多いんですね。ですから、3月、4月あたり、 のタイミングで例えば日銀であれば経済物価情勢の展望、まあ、こんなようなタイトルのものありますのでねそのあたりをちょっとリード文などを読んでみるとそこが抜き出されて問題の中になってくるというケースにも対策を取っていただくといいと思います次に不動産運用設計です計算問題法律問題と分けてあるんですけども11月の試験ではこの計算問題が14問ですね14問ありました まあ15問程度というのが平均でいいと思います。その計算が必要になってくるのが、その次の段にある収支計画であったりとか、建築基準法からの土地の敷地の図面から読み取っていく面積など、そして、投下交換や土地評価などは税金の金額などの計算にも続いていくところです。で、ここがどうしても1問回答するのに時間がかかってしまいやすいところなので、じゃあ、収支計画などの問題、 時間がかかりそうだとなれば、ちょっとこれは回答しないのか、あるいは最後に回すのか、という計画をあらかじめ立てておくということが必要になってくるかもしれません。一方で、この法律問題というのは、今度は、例えば、不動産の実務などを行っている方にとっては、日頃との、日頃の関わりが深いところかもしれませんし、あるいは、宅建などの資格を持っている方にとっては、すでに十分な勉強をしたという部分かもしれませんので、決して、 過信してはいけないんですが、ここでは、法律問題では特典が自分は取りやすいなと考えたらば、ここを中心にもう仕上げていくということですね。これはもちろん、都市計画法であり、区分所有法であり、さらには民法でありということにもなっていきます。ただ、このあたりについては、特典として非常に取りやすい、問題を読み込んで、回答を出しやすいという方は、こちらをターゲットにして、この不動産の科目の合格の基準の を取っていくということにですね整理いただくといいと思います次に3点目がライフプランニングリタイアメントプランニング資金計画とそれから社会保障に大きく分かれていくところですまず資金計画というのは三大資金の名称がここには出てきていますが具体的にはキャッシュフロー表の問題であったりあるいは6つの係数この係数を使って数値計算をする問題などです 比較的、過去問題に似た形で継続していますから、このキャッシュフロー表や係数の問題というところは、これは落としてはいけないというところにもなっていきますね。そして、もう一つの柱になっていくのが、この社会保障関係のところです。11月の試験の問題の数を見てみますと、例えば、労働関係の方、労災、雇用保険というところでしょうか。そのあたりで7問、それから、 健康保険の関係するところ、まあ、介護保険などを含めると約10問。そして、年金に関するところで9問、取材されていたんですね。もちろん、年金についてはさらに企業年金などもありますから、この公的年金と企業年金という部分を合わせれば15、六6問程度ということにはなっていたんです。この、労災保険からその企業年金までの部分ということをまとめていきますと、そこでやはり30問程度になっていく可能性があります。 ここの中で落としてしまうと全体の得点が取りにくくなってしまいますのでじゃあどうするか過去問レベルの計算でこれ過去問レベルあの難易度のことも言えると思うんですがもう一つはあの計算の過程計算方法などが問題にほとんどのケースは載っているんです例えば最たるものとしては年金額の計算ですよねその 報酬比例部分などの年金額の計算というのは、その年金額計算の計算式が問題に載っているので、あとはそこに代入していく問題の中に与えられた報酬額など、そして最終的な金額計算の中で細かなところのミスがないようにするということ。これ過去問で、 どの程度まで情報が問題に載っているのかということを確認しておきましょう。つまり、それ以上のところ、情報が載っていないところで、あとは何を覚えて計算をすればよいかというところに、この社会保障の分野での問題の正解数が関わってくると思います。時事問題などについては、最近、やはり働き方のこと、あるいは高齢者に関するところ、このあたりの問題が散見されているようですね。次に、リスクと保険です。 資料の読み取りという項目がありますがこのリスクと保険の CFP 試験の特徴は資料が膨大な量載っているんですつまり問題のページの数だけ考えても他の5科目については50ページに満たない問題のページ数なんですがこのリスクと保険についてはこの前の11月の試験でも問題のページ数は75ページあったんです 他の科目に比べると、つまり問題冊子がやや厚くなってるんですよね。で、75ページ使ってるんだけど、実際に問題は50問。じゃあ、どこでこのようなページ数になってるかというと、この薬官であったり、保険証券であったり、あるいは保険の提案書、こういうもので複数のページを割いて1問が構成されていることがあります。一番多かったものとしては、提案書というところだけで、6ページ、 割いてそしてそこに出てきた問題は3問だったというのが11月の試験にあったんですね。ということは、その3問の回答を出すために、何ページかにわたっている資料の中から必要なところをいち早く見つけていく、気づいていく、そして計算する答えを出すということ。これの慣れということが必要になると思います。どこにどんなことが載ってるんだろうかということを漠然とした状態のまま望んでしまうと、どうしても 時間だけが経過してしまうというのが、このリスクと保険の、この特に資料の読み取りの部分だと思います。そして、それ以外の定番問題というのは、これは主に税金の関係が多いと思います。それは、所得税の控除であったり、あるいは保険金を受け取った時の課税関係であったり、相続に関するところであったり、決して時間のかかる問題ではないので、こちらについては、もう短時間の中で、 十分に答えが出せる問題。二級レベルと言ってもいいと思います。そして苦手意識が高まってしまうのが法人契約の問題ですね。特に法人契約の政府損保については、経理処理などを含めて回答していくケースがあります。例えば損保、法人契約であれば圧縮基調に関するところ、新たな分野の勉強だなというふうに思ってしまう方にとっては、この法人契約の問題は、 最初の ABC ランクで考えた時の C ランクと考えてもいいでしょう。そしたら、その分、個人契約の正法損保の非常に時間のかかる資料の読み取り問題は、やはりきちっとした準備が必要ということになると思います。次に、タックスプランニングですね。ここには30問以上の計算問題とあります。これ30問以上がですね、11月の試験の時には、これは38問ありました。 計算問問題が38問つまり4択とは言ってももう与えられた数字を使って計算をして答えを出していかないとその4択の選択肢の中からもう答えを選ぶことができない文章を読むだけではないというのがこのタックスの問題の特徴なんですですから計算に対してもう素早く手を動かす電卓を使うということに慣れておく必要があるのがこのタックスの合格を取るための一つの目安になると思います。 ただ一方で税金の種類と考えると所得税の範囲が圧倒的に多いんですね。やはり所得税が30問余りあります。それ以外の法人税あるいは消費税といったところは問題数はもう多くありません。次に多いのが法人関連のところで10問程度。つまり所得税で30問程度があるのでそこをまず重点的に勉強していきましょう。仮に所得税のそして計算問題。 というところがくまなく正解取っていくことができればそこだけでほぼ30問程度の正解に繋がっていくということなんですね一番最後に2問ほど会計経営分析、まあ、こういう言葉で表しましたが財務分析などをする問題というのが出てきます問題の一番最後の2問というところに固定化されているようなんですけれども例えばバランスシート読み取りであったりそれから損益分岐点の計算あるいは 11月の試験ではキャッシュフロー計算書の読み取りというのがあったんですね。税金の計算、税額の計算のこの科目に対して、この財務の分析というところは少し違った勉強が必要になってきます。ただし、出題される問題数がほぼ2問と決まっているようですから、あまりそこに新しく時間をかけて、1から勉強して得点取ろうと思っても出題は2問だったということにもなっていくので、やはり、 税額計算の方に戻って十分に基礎固めということが大切になると思います相続事業承継について最後のところに出てきています民法に関するところそれから相続税と贈与税これを含んだ税法に関するところそして財産評価に関するところまあ、ほぼこの3つの分野が均等に分かれた形で問題が構成されていると思うんですねでこの中で 計算問題になってくるのは、相続税、あるいは贈与税といったところの税額の計算の問題。それから、財産評価であれば、例えば土地の評価額の計算の問題。そして、財産評価にもう一つあるものは、非常常株式の、その株式の評価額の計算。このあたりが計算問題になっていくでしょう。その、計算問題に対しての時間配分ということも大切になりますが、一方で、 ここで苦手意識を持ってしまう内容というのがこの最後に出てくる事業承継自社株評価ここに苦手意識が出てくるケースがあると思いますこの事業承継自社株評価だけでも11月の試験では10問程度出題されましたですから決してここを除いて残りの分野で合格のラインを取っていくとなるとなかなか大変なことになりますからぜひこの事業承継自社株評価についてもあまり苦手意識を持たず 過去問十分に把握をして、そして傾向としてはそんなに大きな違いがない問題が継続しているので、得点源にしていきましょう。その分、民法などで法律的解釈難しい内容が出題された時には、そこで得点が取れなかったとしても、自社株評価などの過去問形式で得点が取れるところで少し安心材料にしておくというのも、 この総合的に考えれば、相続事業承継の合格のラインの突破ということになっていくのではないかと思います。11月の試験の問題の傾向を簡単に触れてみました。ぜひ、この過去問題というのが、試験の時期が近づいてくると大切な教材ということになると思います。特に出願をして、あと試験まで1ヶ月というところになったような方にとっては、もうインプットではなくてアウトプット、そして過去問題も、 複数の問題を準備をして、そして問題の番号順の隠しをするということではなくて、論点別の勉強をしていきましょう。過去問題をコピーを取る、どういう方法でもいいと思います。そして論点別に、例えば ABC ランクに分けて、まずは A ランクの問題だけを過去問題の中から選りすぐって、きちっと正解が取れるようにしておく。一方で自分が C ランクと決めたところは、過去に出題があったとしても、そこは除いて、 少なななないい時間のの中でで効率的な勉強を図るるととうことも大切になってくるのではないかと思います試験の時期が近づいてきた方にとっては少し慌ててしまうということあるかもしれませんが決して難しい試験ではありませんし今まで積み重ねてきたその勉強の成果必ず発揮,されてると発揮されると思いますのでこの6月試験健康状態留意していただいてそして出願した科目の合格を目指して頑張っていただきたいと思います。それでは CFPE 2024年6月向けガイダンスを終わります。